ご視聴ありがとうございます。リラックヤの花澤です。本日は、骨盤調整で、ウエスト周りダイエット効果があるのかどうかという、ご質問をいただきましたので、実際に、計測をして変化を見たいと思います。でまず何もしてない状態で測っていきますね。一番くびれてるところですね。大丈夫。72.2 ですね。 72.2 センチになりますね。書いておきますね。ウエストの方が 72.2 センチでしたね。次におへそ周りを測ります。80センチですね。おへそが。あったよ。はい。80センチですね。はい。で、このような感じで、ウエストは 72.2 センチ。へそ周りは 80.0、80センチでした。で今、こちら、自然に一番楽な状態でうつ伏せになっていただいた状態です。で右足の方が短いです。はい。それから、まあ、よいしょ。倒すのはどうでしょうか。左右差感じますか。あ、感じます。はい。痛みとかもありますか。こっちは硬くて、はい、反対は痛いです。こっちはすごく痛くはない。はい。ちょっと痛みを感じる。そうですね。でこっちは硬く感じるということですね。はい、はい、ではこちらの行きづらいところからですね、こっちに戻してもらうようにしますね。私が抵抗かけますけれども、足戻していってください。はい、お願いします。はい、はい、楽にします。あと2回行います。はい、お願いします。はい、楽にします。はい、あと1回ですね。はい、どうぞ。グッと頑張ってください。はい、いいです。はい、こちらへの行きやすさはどうでしょうか。あ、もうなんか、はい、さっきより全然違う、はい、行きやすくなった感じですね。はい、これでどうでしょうか。痛くなっているんです。はい、これはどうですか。うん、前行けます。はい、はい、今こうやってピタッときますね。かかと合ってますね。これはどうですか。気持ちいいです。Okay.
股関節回しますね。これは痛みありますか？ないです。大丈夫です。はい。癒しの方がよくなさそうですね。あ、違いが多く私の方は分からない。もうどっちもガクガクなんで、うん、右の方が冷たかったのと動きが硬かったのがあるので、うん、右の方が短かったんですよね。そうですね。短いってことは結構そっちに重心をかけてる可能性が高いんですよ。これこっちにやっていくのってきついですか？この辺が引っ張られて痛いって感じですかね。そうですね。これはどうですか？はもう普通に硬くて痛いって感じ。痛い。痛いけど、ストレッチみたいな感じで気持ちいいです。拭いてあげて直しますね。腰がきついってことなんで腸腰筋を緩めますね。はい、ちょっと嫌な感じあると思うんですけど、大丈夫ですかね。はい、今まず腸骨筋を緩めてますね。腸骨の裏側ですね。今度大腰筋の方ですね。大丈夫ですか？まずちょっと腸腰筋、腸骨筋ですね。辛いですかね。痛いですか？気持ち悪い感じですかね。両方です。うん。お腹良くないですね。お腹全然力入ってないですね。だいぶ下っ腹の力が抜けてるので、
今そんなに大きなズレないんでどうですか。さっき行きやすいですね。はい、はい、すんなりっていう感じ、はい、っていう感じですね。カエル足しますね。広げます。左右もそんなに違いないですね。今こうして見た状態で開きぐらい同じぐらいですね。はい、はい、ですね。はい、よいしょ。じゃあちょっと横向きに寝てください。こうか。辛くないですか？ちょっとですね、届いてないからそんなに、はい、ね、カタカタですよね。そう、そうですね。今ちょっと弾力出てきて、あったかさ出てきましたね。はい、パピいですか？痛いって言ってもそういう痛みじゃないですかね。はい、嫌な痛みありますか？嫌じゃない、嫌じゃない、大丈夫です。はい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 。じゃあ、これで一通りやりましたので、はい、起き上がっていただいて、はい、はい、では計測いたします。で自然な状態にしていただいて、よいしょ、はい、69.8、70、まあこのぐらいですね。ピタッとやって70、ということで最初の時 72.2cm でしたので 2.2cm マイナスですね。70.2
0になりました。はい、次へそ周りを計測します。すいません、よいしょ、76.4 ですね。はい、よいしょ、76.4センチということで、こちらは 3.6 センチですね。はい、このような形で結果的に細くなりましたね。はい、いかがでしたか？あ、すごい腰前楽になって、はい、普通に、はい、骨盤が楽になった感じ、はい、ウエストがこんな細くなると思わなかったですよ、はい、そうですね、はい、はい、まあ、そういう形でやっぱりどうしてこういうことが起こるのかというと、メカニズム的にですね、体の辛い時っていうのはですね、こうなんていうんですかね、だらっとするんですよね。それでここが狭くなるんですよ。ここにここがダブッとする。モデルさんもお腹周りに力が入ってない状態でしたけれども、それをですね、整えてこのお腹周りをちょっと引き締めることによって、ちょっとここがまあ力が入って持ち上がるのと、本来このくびれの部分っていうのは骨がありませんので、細くなってて当たり前なんですね。くびれがあって当たり前なので、正しい位置に持ってくると自然とくびれができるということで、スタイルが良くなるということになります。以上です。